中国人民大学は中国にある人文科学、社会科学を得意とする副部級大学である。略称は人民大学、人大、211皇帝、総一流の聖院校である。所在地は北京市会予独の中間村大概59号。優れた学術環境であり、中国のシリコンバレーと呼ばれる中間村にも隣接している。 社会科学や人文科学における数多くの大学プログラム、大学院プログラムなどを提供しており、それらの分野については中国でも有数の学校であり、中国教育界においてリーダー的な役割を担っている。法学、国際関係学、小学、経済学、新聞学、金融学、歴史学、管理学などは中華人民共和国教育部によって、 全国の重点科目と格付けられている。世界一流の人文大学を目指すとともに、中国の伝統文化をも大切にしている。孔子文化研究院など、国家の人文研究拠点が設けられており、さらには、2005年発足の中国発の国学院は、全国規模で伝統文化研究のブームを呼んでいたという。もぐさずい新中国会ネットが編集。 科学出版社が出版する2018中国大学評価研究方向中国高校志願天保志南の中国大学ランキングで中国人民大学は北京大学、聖火大学、石膏大学、福丹大学に続く第5位となっている。また、聖火大学、北京大学とともに八つ母子大学の栄誉に輝き世界一流大学の仲間入りをしている。 皮膚総学学でも聖大大北京大学と並ぶ20億元クラブに名を連ねている中国人民大学中国人民大学は人文社会科学を主とし一部理工学科を併設した総合大学で国家重点大学のうちの一校でもある。学校の前身は抗日戦争中の1937年に誕生した戦北工学で後に 河北連合大学、北方大学から河北大学へと学校名を変更。1950年10月3日、中国人民大学として正式に創立、中華人民共和国の建国後に設立された最初の大学である。初大学長は日本に留学し、帰国後は政治家、教育家として文字改革を推進した五玉賞。 1954年、教育部によって、北京大学、聖火大学等の5校とともに、最初の国家重点大学に指定された。1966年の文化大革命時に、大学の機能は麻痺し、1970年には、北京市革命委員会によって閉鎖され、1973年には、完全に解散させられたが、 文化大革命が終結した1977年に、当昌平の指示を得て再建された。1995年に21世紀に向けて、中国の百の大学に重点的に投資していくとした211皇帝の重点大学となり、2003年に211皇帝の中でも限られた重点大学に重点的に投資していく。 プログラム、9 8 5工皇帝の対象に、2017年には、総一流大学の対象に指定された。2009年8月に、チャンスー賞蘇州市政府の協力の下で、蘇州市工業園区読諸国を教区に、国際学院を設立した。五玉小生、割れ角影秋園放課後通る理分解、気泡性賃うろ、留意。ありがとうございます。